西サハラの実行支配ベースの行政区分を描いた図。縦に走る砂の壁伊藤はポリサリオ戦線が統治。砂の壁伊勢はモロッコが統治し3つの地方に分ける。西サハラの地図。赤色の線は砂の壁。本校では西サハラの行政区画について解説する。西サハラはその領域を国土とするサハラアラブ民主共和国と、 自国の一部とみなすモロッコ王国とによって領有が主張されている。領域の使用部分はモロッコが実効支配し、その東園に砂の壁を築いている。亡命政権となっているサハラアラブ民主共和国は砂の壁一等の解放区を統治する。サハラアラブ民主共和国は四つのウィラー屋を使用している。名目上、西サハラの首都はアイウンであるが、 サハラアラブ民主共和国は、隣国アルジェリアのティンブフに事実上の首都機能を置き、西サハラ領域内のティファリティを臨時首都としている。モロッコの行政区画西サハラの主要地域を実効支配しているモロッコは、西サハラの領域を南部諸州と呼んでいる。モロッコは、数度にわたって、行政区画の改変を行っている。2015年以後、 西サハラの領域は三つの地方に分けられており、その下に州が置かれている。うち、ダフラオイド、え、イコールダハブ地方とゲルメンオーイド、ノーン地方は、西サハラ領域外にまたがる、行政区画である。ありがとうございます。